ステップ2 BFK プロトコル Universal Blind Computation なんですが、それがまあ一般の量子計算をできるようにしたいんですね。で、えっと m b q c を使い,使いたいことになります。この提案の手法は BFK なんですが、a n d b r o a d b a n d Joe Fitzsimons と Ellenka s h f f を提案した手法です。それから問題の設定なんですが、クライアントが シングルキュービットの状態を、えっ、ー、と、決まってるセットの中から,から用意できるように,になりますが、それから、その一性を守りたいんですね。そして、それが、えっ、ー、と、規定手法を、あの、サーバーから隠すことにします。それから、完全性なん,なんですが、それが、えっ、ー、と、 悪いやつと、悪意のあるサーバーをと発見するためには、あの、trap qubit の,のことを使います。そして、それが、えっと、クライアントが、まあ、自分のことをやっているので、自分は信じているかもしれませんが、サーバー側が,が悪いことをやっているかどうかを発見することにはなります。さて、それはメインステージな,な,なんですが、それが複数,複数のステップになります。 まずは、クライアントがあって、サーバー側があるんですね。ステージ1としては、クライアントはいくつかのシングルキュービットを用意するなんですが、サーバー側にはこういう形を見たことあるでしょう。これがブリックワークステートになってるんですね。そのサーバーがクライアントを送っているキュービットを使って、そのブリックワークステートを作ります。そして、ステージ2にはそれがステージ2になってるなんですが、 ステージ3としては、サーバー側からメジャーメントの結果をクライアントに送って、クライアントは何かルールを使ってアップデートして、もう一回サーバーには次の,のメジャーメント規定を送ります。そしてこれが、ルールとしては、これが小文字の R を使っているので、これがこのモジュールでえっと今までの説明したルールとしては、それがえっとまあもうちょっと、あの、 曖昧な,な,なことになってるんですね。これがまあ基本的にプログラムの,のことになってるんですね。えっと、我々の QRNA のルールではない。そして、最後にはそれが繰り返すことになってるんですが。それからまずはその RandomState の,プレーのを用意することなんですが、クライアント側がえっとメジャーメント、測定角度を決まります。 そして、この n は使いたいンリーキュービットそして m は、さっきの brickwork ー,ートにはいくつかのキュービットを、あの、一つの行にはなっている、様子えっと、数になっているので、n、n×m のキュービットは最終的になりますから、クライアントはすべてその n×m のキュービットを用意します。そして、どの状態を用意するかというのは、このセット0から 2π までは、 4分の 1π ずつのステップと増えることには、この8つのステートから角度を選びますが、そして各キューブとはこういう様子になります。こういう状態なんですが、0プラス、まあ、ロプラス1の要素になってるんですが、その xy 平面ではこの角度をあの回転することにはするでしょう。 この角度としてはそれが rj とそのシータ j に決まりますがシータ j はランダムにはこのセットから選びます。それからその古典のビットなんですがそれが0、1からランダムには選んでこれが rj も呼びます。そうするとそれが最後にはマイナスのフェーズをつけるの位相をつけるかもしれません。そして まあ簡単には説明、証明することにはなると思いますが、サーバー側に届く状態としては、これが完全と混合状態になっているんですね。これが00ロプラス11の2分の1になっているんですね。これが、いつもの使っている状態としては、これが50-50の重ね合わせじゃなくて、これはその完全な混合状態です。 それから、ステージに作ることは、それがまあ簡単に前のステップに説明したから、それが飛ばして、ステージ3には行きたいと思います。まずは、このステージ3はインタラクティブのことになっているんですが、それがまあ何ラウンドに行ったり来たりにはコミュニケーションすることになっているんですね。そして、それが何回にするか、ま、あ n る m r o u n d になっているんですが、各キュービットについては、コミュニケーション、通信は必要になります。roundI としては、基本的にクライアントが新しい角度、新しいアングルをサーバー側に送るんですが、そのサーバー側にはそれを受け取って、その角度で次のキュービットを測定します。そしてそのを測定します。 クライアント側にその角度を計算することになってるんですが、その角度がデルタ i。そのデルタ i は φ i i dash minus p えっと ,θ i になってるんですね。それからこの θ i のことはなんですが、それはさっきの説明したランダムに選んだ θ の角度ですね。それが、 えっと、クライアント内だけに、えっと、保存するデータになってるので、それが機密の情報になってるので、それが漏れてたら、情報、えっと、計算ががの,の,の様子も,も漏れます。そして、その、ファイ・アイ・ダッシュなんですが、それが、まあ、あのアップデートされているア語グですが、それが最初に、えっと、エンコードィ様子としては、それがファイ・アイだったんですが、 これが、えっと、先の、えっと、メジャーメントの結果の歴史すべてと,としては、それが依存することになってるんですね。ですので、これが、えっと、インタラクティブには行ったり来たりしなければなりません。そして、それが、えっと、いつもには、サーバーが,が、えっと、B の,の測定の結果をクライアントに返しますが、 クライアント側だけには、本当の計算の結果を、符合化を解けて、そのアウトプットが計算できるようになります。それから、その mi がえっと bi、xor、ri になってるんですね。さて、データの完全性なんですが、trap qubit という概念を使います。これが、えっと、クライアントが まあ基本的にサーバーを信じてるんですが、基本的に信じてなければ使わないことにはするでしょう。ですが、確認したいんですね。ちゃんとこのとクワントムコンピューターが,がとちゃんとやっているかどうかをあの確認したい場合にありますが、それしないと嘘のサービスにはなっているかもしれません。クライアントがが リオシベットをサーバー側に送って、サーバーは何もせずに適当にランダムのデータコーテンデータを決めて、クライアントに返す場合にはあるかもしれませんが、クライアント側にはそれが最終的には、計算の結果は合意にしかならないので、何かに問題になったかが、クライアントが分かってないんでしょう。 ところで、えっと、サーバー側にはちゃんと計、量子計算を行っているかどうかを確認したいんですね。それが trap qubit という概念を使います。その trap qubit の概念なんですが、φ0 の状態だったら、ctrl-z をかけると、そのまま φ0 になってるんですね。そしてこれはファイゼロ、φ と0の qubit は、最初にはエンタングルされてなかったんですが、 そのまま、あの、えっと、量子もつれにはつながってないんですね。そうすると、その、えっと、本当にプラスか、かえっと、計算で,で,でやる、えっと、行うキュービットではなく、時々そのゼロのキュービットだけを用意することになります。そうすると、状態には、まあ、こっちら書いてあるなんですが、このゼロのキュービットは、えっと、トラップキュービットになってるんですね。えっと、 あじゃなくて、ごめん。その真ん中のキュービットがトラップキュービットになってるんですね。それの周りには0のキュービットをかけてる、はははあの転送しているんですが、その0キュービットになっているところには、本当にはこっちのところにはあのブリックワークのエッジがあるはずでしょう。そのブリッ,ジ、えっと、ブリックワークステートのエッジは本当にその CZ をかけたと思いますが、 何も、その操作は何も、あの、効果がないんですよね。こ、こっち側はゼロになってたので。それから、この trap ュ u b i t は、えっと、何も影響されてないんですよね。本当に送った際の状態のまま。それから、そのデータが、そのデータ、その trap ュ u b i t をそ、えっと、クライアントから測定、えっと、サーバー側で測定していただいて、その情報をチェックして、 本当にその p s の状態に,にはなっているかどうかは,は、えっと、確認できますので、それが Trap Qubit ができたんでしょう。そしてこれが全て全体のステップとしては、その BAFK の,のプロトコルを説明したんですが、これが、えっと、Blind Quantum Computation、一つ、一区制の量子計算の、えっと、一番有名なプロトコルになっていると思います。